すする TV。 ずるずる。どうも、すするです。毎日ラーメン健康生活出張編ということでね、相変わらずやってるんですけれども、ちょっとね、最近ね、金曜日をサボってたんじゃないかという声も多々あったので、今日はしっかり決めちゃおうということで、本日こちら来ちゃいました。ドン。 JR 平塚駅から徒歩3分ぐらいのところにあります天竜担々麺さんに、おーしょーしょー、こちらね、もう今の店主さんの祖父の代からね、受け継がれてきた由緒正しい担々麺屋さんということで、まあ、地獄担々麺というね、メニューがあるそうなので、阿鼻叫喚、空前絶後、報復絶倒の地獄に落ちていきたいと思います。レッツゴー。さあ、天竜担々麺さん、食券制です。今回は地獄の担々麺中級編をチョイス。さらに締めにぴったりだという雑炊セットも頼んじゃいましたよ。辛さの目安に恐れおののきながら待っていると来ましたよ。さあ、こちらが天竜担々麺さんの地獄の担々麺中級編と雑炊セット。おお、辛そうな色のスープですが、たっぷりのった肉味噌も食欲をそそりますね。それではいただきます。さあ、まずはスープから。おお、ゴマが香ったかと思うと一気に辛さが押し寄せてくる。ですが、きちんと旨味のある唐辛子の辛さで、濃厚なゴマのコクと絶妙に合ってます。それでは早くも麺いっちゃいますよ。少し中太の麺をすする。少し固めの茹で加減でスープがよく絡んでいます。ゆえに辛い。しかし、小麦の甘みとゴマの甘みが優しくマイルドに広がり、次の麺を自然と体が欲します。さあ、お次は肉味噌を食らう。おお、肉味噌自体にもしっかりパンチがあり、スープの旨味もブーストされて最高です。急いでまた麺すってしっかり担々麺を堪能します。ではここで明らかにしびれと書かれたホワジャオを投入してみましょう。ほう、何度か嗅いだことのあるしびれそうな香りになりましたね。ではすすってみましょう。せいやー。程よいしびれを感じつつも、スープのコクが風雲の上り流のように何段階もアップしました。夢中ですすって麺は完食。スープもしっかり味わっていきますが、まだ全部飲んじゃいけませんよ。そう、締めの雑炊でい。ではまずは溶いた卵を投入、そしてライスをドン。よく混ぜれば完成。さあ、どうでしょうか。 Oh yes! What a wonderful rice! 卵が辛さをマイルドにしてくれて、さらにもともとゴマの強いスープだったので、米とよく合う。これはもう素晴らしい締めだということで、3、2、1で完食。本日も大変すれました。辛さの中にも濃厚なゴマの甘みやコクがしっかり浸透していて、最後の最後まで楽しめる一杯でした。はい、ごちそうさまでした。いやー、天竜担々麺さんでね、いただいてきたんですけれども、いやー、もう辛うまっていう感じでしたね。麺は中太でね、ちょっと固めに茹でられてて、こうスープとね、相性抜群でしたね。あの麺の上にね、かかっていた肉味噌がね、とにかく美味しくて、あれをご飯にかけて食べるだけでも相当ご飯進むんじゃないですかね。最後はね、雑炊でいただいたんですけども、生卵をやるとね、こうまたこうマイルドになって、雑炊がね、より一層美味しく感じられましたね。いや、もう食べ終えた後ね、こう爽やかな汗で、あ、銭湯とか行きたいですね。それではするの公式キャッチフレーズ、天竜担々麺店さん、竜の怒りや。はい、メッセージが来てるよ。いや、今日のスル TV も面白かったな。というわけでね、先週スル TV でも放送された福岡旅行の第2弾が HIS 国内旅行旅チャンネルさんの方で本日アップされます。イエーイ。こちらではね、スルのオフショットやラーメン以外をね、すすっている様子も毎週金曜日にね、更新されてきますので、ぜひご覧になってください。あと、チャンネル登録もよろしくお願いします。よろしくお願いね。